奥の襖を開けようかなと思ったら勝手に、でえって思って見てみたら目の前に、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、チャンネルメンバーシップの方もやっております。ぜひ皆さん、そちらもですねよろしくお願いいたします。そしてまあ、いつもねこう見ていただいている皆さん、本当にねたくさんの方登録チャンネル登録ねしていただいてるんですけども、まだいつも見てるんだけどチャンネル登録はしてないという方いらっしゃいましたらですね、この機会にまたぜひ、はい、あっていう感じでね、もうふっとこうね右のこの指の人差し指をこうねふっとこうしていただいてですね、これをこうふっていう感じでねよかったらですねすいません本当にお願いいたします。コメントもねありがとうございます。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ今回のゲストの方なんですけども、心霊現象を追い求める男もう今日実は初めましてなんですけども、すごく楽しみに、はい、しておりました。ご紹介させていただきます。遊園かなたさんです。お願いいたします。よろしくお願いしますよろしくお願いします。怖いんすよ。もうそんな怖くないですよ心霊現象を追い求め、もう追い求める男ですね追い求めてる男がもう普通なわけないんですから。いやまあ普通ですよ、めちゃくちゃ普通のおっさんですよ。いやいやいや、まあね、はあ、話したらすごい気さくだしですっごい話しやすいし目もすんごい可愛い目してるしあ、ちょっとクリクリっとしてる、クリクリってしてますよね、はい、でこういう方がでも実は怖いみたいなほらパターン多いじゃないですかいやその言い方だとなんかちょっと良くない方の怖さみたいないや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 、だってちょっとね、で心霊現象を追い求めるってことは、はい、やっぱなんかこう不思議な世界にこうね興味があったりとか、はい、やっぱなんかちょっとこうねやっぱりこう、はい、ちょっと普通ではない回路がないとなかなか行かないじゃないですか。そうですね、基本的に全部一人で行くんで。え、全部一人なんですよ。なんでバイクで怖くないですか、もうシンプルに。怖い、まあ、怖いはあるんですよ、はいはい、もちろん怖いと楽しいがあるじゃないですか。ええ、その怖いをずっとこう怖い怖いだったんですよ最初のうち、はい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 、だけどやっぱ楽しいが勝ってっちゃったんですよね。いやもうそれもう霊に見入られてますって。見入られてますかね。よくあるじゃないですか、そういうね良くない場所行った時に、はい、なんかこうどうしても行きたくなっちゃうとか、はいはいはい、なんかこう吸い寄せられるような感じになっちゃうとかって話あるじゃないですか。ありますあります。結構危険らしいですよ。マジですか。え、霊感とかはもう全くそういうのはもうないと思います。だからその、はい、実際にそういう現象に、うん、もう立ち会いたいっていう夢ロマンがあるわけですね。そうですね。それを皆さんにもお伝えしたいっていう。はい、そうですね。だってそういうチャンネルもね今こう大人気でやられてますけども、はいはい、チャンネル名をお願いいたします。はい、心霊現象を追い求める男、遊園かなたで、チャンネルありますんでぜひ登録していただければと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、概要欄に貼っておきますので、はい、チャンネル登録とグッドボタンぜひぜひお願いいたします。よろしくお願いします。覚悟決まりましたので、はいはい、ちょっとじゃあお話聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。お願いします。僕がすることその心霊現象を追い求める、もう言えてないんですけど追い求める男でこう活動していく中でちょっと一つ二つ三つほど話はあるんですけど、ちょっと、まあ、話しやすいかなっていうような一つお話をしようかなと思うんですけど、はい、僕廃墟だとか心霊スポットだとかいろんな噂のあるところ、あとないところも行くんですよね、まあ、雰囲気を求めてるところもあるんでそういうところに、まあ、行くんですけど、いろいろと情報をいただくんですよね、はい、こういうとこ怖いですよっていうような。である写真を見せていただいたんですよ。っていうのが、もし見てらっしゃる方で、今、スマートフォンとかでパソコンとかそういったことで検索できるんだったらちょっと検索していただきたいんですけど、華麗なる一族、ドラマとかにもあった、ありましたね、そういう華麗なる一族、はい、とスペース開けて廃墟でまたスペース開けて家入って入れてください。家入、家入、あのお葬式とかの家入、はい、それで検索すると、多分今ちょっと見えにくいと思うんであらかじめ画像を用意しておいたんですけど、こういうのが出てくるんですね。すいません。この家があるじゃないですか。
女性が写ってる、はい、すごく上品そうな、はい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 、女性の、はい、そっか額縁の中に写真がありますが、上にはね黒の、はいはい、帯があって、家ですね、おそらく家なんですけど、はい、この画像を見せていただいて、この廃墟めちゃくちゃ怖いですよって言われたんです。これが静岡のある、あ、神奈川かな、静岡と神奈川の県境にありますある温泉地の、まあ、廃墟なんですよ。でこれ一軒家なんですね、はい、でちょっとペンションみたいな形のすごく綺麗なが一軒ですけどね、もう完全に廃墟なんですよ。でそこを見せてもらって、あ、こいつか行きたいなと思って、しばらくして行く機会ができたんで、もう10年以上前ですかね。そう、今はもう普通のバイク乗ってるんですけど、うんうん、その時ゲンチャリだったんですよね大変、はいはい、でゲンチャリでその峠の道をマイナス6度の中 50cc バイクでブーンって行ってで着いたら、写真で見たそのペンションみたいな、うん、で洋館のような大きい建物がドーンってあって、玄関先にロッキングチェアがあって、でそこにテーブルもあって、なんか本当に時が止まったような、あ、そんな、じゃあ廃墟感というよりも割とこう綺麗な、案外見た目は綺麗です。もうただ裏側回ってみたんですけど、周り林なんですよね。でその倒木で家が削れてるんですよ、がっつりと。でうわーって思いながら一周して、で中に入ったんですよね、うん、そしたらもう床もぐちゃぐちゃで、もう外観はある程度ちょっと綺麗かなと思ったんですけど、もう中ぐちゃぐちゃ、もう湿気とかカビとかで、うん、でもう足の踏み場もない中、ちょっと先進んでったら奥キッチンがあるんですよ。で左側に居たら居間があるんですね、うん、で居間の床全部抜けてるんですよ。でそこに昔のテレビだとか、でこっち左側見たら般若の面があるんですね、うん、でわーって般若の面あるやん、何と思ってパッて反対側見たら、ここに菩薩さんがあるんですよ。菩薩さんと般若の面がにらめっこしてるんですよねもうどんな部屋なのよって思いながら、うん、ただでさえ怖いからもうね。でまあいいや、もうここも足の踏み場もないし入れないしっていうので2階に登ってたんです、はい、でトン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 と上がってったら2部屋あるんですけど、最初の部屋に入ったら、その削れてる部屋、がっつり部屋が半分ぐらいないんですよね。で衣服だとか、引き出しとかその物とか棚とかいっぱいあるんですけど、まあおそらくですけどこの場所を知ってる人間たちが、中にあったものとかを、まあ、取ってったりとかしたんですけど、すごい荒らされてるんですよ。でうわーと思いながらもそこをちょっと探索して見て、で隣の部屋に入ったんですね。で隣の部屋に入ったらもうすぐですよ、ここにお仏壇があるんですね、うん、でもう写真だらけなんですよ。ものすごい家族写真だとか、おそらくそのおばあちゃんだったんであろう方の写真だとか、ご家族写真、家族の写真だとかっていうのはうわってあるんですね、うん、もういっぱいなんか見られてるような感じ、はいはいはい、でしかも下にはそのもう、お仏壇であったであろうようなものとかがいっぱい散乱してるんですよ、うん、で僕その時には気づかなかったんですけど、後で動画見直してみたら遺髪もあったみたいなんです。はあ、そういうところを踏んでって部屋に入ってって、まあ、その時気づかなかったんですけどね、遺髪のことは、まあ、すごいいろんなものがあるなと思いながらカメラ回してて、奥まで行ってぐーっと回してたんですよね、カメラ、はい、そしたらこうちょうど今島田さんがいらっしゃるところにお仏壇が映ったんですよ、はい、そしたら僕ライトを構えてカメラも持ってっていうのでやってる、もう一人しかいないんで、そしたらライトがパッて消えたんですよ、うん、でえって思って接触かなと思って、もうこの廃墟に入る前に電池変えてるんですよ、はいはいはい、なんでもう5、6分ぐらいしか経ってないんですよ。電池切れはありえないですよね。ありえないなと思ってもう一回カチャって押したんですよね。そしたらついたんですよ普通に。ほうほうほう、あれなんだろうな、まあ、接触かな、何かなって思いながらまたこっちの右の方にパンしてって、で何か喋りながらでまた左の方に行ってお仏壇が画角に入ったらまたライト消えるんですよ。でこれを 3,4 回繰り返すんですよ。毎回消えるんですか。はい、まあ、なぜか画角にお仏壇が入るとライトが消えるんですよ。でちょっと気持ち悪いなって思って、とりあえずでももう見るところ終わったんで、うんうん、まあいいやと思ってもう下まで降りてって家の、まあ、玄関の前まで行って最後の映像を撮って
って終わったんですよね。でそれからまた何箇所かその廃墟とかいろんな心霊スポットみたいなようなものを巡りながら次の日か、まあ、その朝ぐらいですかね帰ったんですけど、ちょっと一つ心残りがあったんですよ、うん、さっきお見せした家がなかったんですよ。あーそっかそっかそっか、それをね紹介してもらったからそこに行ったのに、はい、家見えないのちょっと残念ですもんね。そうなんですよ、あれなかったなそういえばって思って、まあでも、うんもしかしていろいろ荒らされてたし、見た写真っていうのもだいぶ前の写真だったのかなと思って、おそらく何かが変わってたりしたのかなと思ってそこまで気にしてなかったんですよね、うん、まあいいやと思って、で次の日帰って、まあ、そういった場所とかをちょっと配信で検証するっていうようなこともやってたんで、うん、ネット上でそういったものを見てわ怖いなっていうようなことで、まあ、大いに盛り上がったんですよ。でそこからまた何箇所か心霊スポットだっていうようなところを巡ってたんですよね。ある日の朝4時とか5時とかぐらいだと思うんですけど、ピンポーン、ダン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 、ピンポーン、ダン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 って、その当時住んでた家朝ですよ、4時5時ですよ、はい、パッて目が開いてピンポントントントンって言ってるんですよね。でカーテンからちょっとだけ差す光、ちょっと知らんでるんでおそらくそれぐらいの時間であろうと思ったんですけど、え何この時間にずっとピンポントントントンって、え誰だろう、うん、とりあえずちょっと起きて、まあ出るしかないじゃないですか、はい、ずっとそれ鳴ってるんで、でその当時住んでた部屋っていうのが6畳一間あって、で襖があって、でそこにまた6畳の部屋があって、その奥の襖開けると玄関が見えるんですね。なんでもうベッド寝てたんですけど、ベッド割って起きて襖開けて、その隣の6畳一間の6畳間のとこスーッて行って奥の襖を開けようかなと思ったら勝手にガラガラガラって開いたんです、うん、でえって思って見てみたら目の前に女性立ってるんですよ。え50代くらいかなっていうような、髪バーってザンバラの、えちょっと怖すぎてどうしたんですか何ですかってこっちの問いがちょっと出なかったんですよね、うんうんうん、えってなってたんです。そしたら女性が喋ってきたんですよ。それが私はどこですかって言うんです。意味わかんないじゃないですか。でその時に声出たんです。何ですかって言ったらぐーって近づいてきて私はどこにいますかって言うんです。で それでもうここまで顔が来た時にパッて目覚めたんです。これ夢だったんです。あうわよかった、怖っ、めちゃくちゃ怖いんですよ。で夢って基本的になんかその間取りだとかそういうちょっと今現実にいる自分のその場所とかそういったものが若干違ったりするじゃないですか、うん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 、全く一緒だったんですよ。夢の中の家のその構造が、はいはい、間取りとかがだからめちゃくちゃリアルだったんですよね、うんうんうん、何これもうなんかもうそこに ここにあって息遣いとかなんか温度感みたいなのも全部残ってるんですよ、はいはいはい、うーわ怖っ。でもまあ、もちろん心霊現象を追い求める男なのでその日配信する予定だったんですよね。だからもうこれも一個ネタにしてやろうと思ったんですよ、うんうんうん、でその日の夜にその別の廃墟の配信をしてたんですね、はい、これがあの、栃木でしたかね、矢板トンネルっていう心霊スポットがあるんですけど、うんうんうん、そこの検証をしてたんですね。で中に入ってってその映像っていうのを配信上で検証しててでずっと続く長いトンネルの映像を見ながらわ怖いなっていうのはコメントとかでバーって流れてていや怖いよねっていうので、まあ、ちょっと雑談混じりでそういった配信をしてたんですよ、はい、そしたらあるリスナーさんがわここ怖いですねでもこの間のあそこの廃墟もこことは全然違いますけど雰囲気的にはなんか似ててなんかすごい怖いですねっておっしゃったんですよね、はいはい、っていうのがおそらくこの前2週間ぐらい前10日2週間ぐらい前に行ったそのカレナリスグっていうとこだったんですよ。
で、あ、そうですね、いやっていう言いながらその夢の話とかバーってそこでやって盛り上がってたんで、はいはい、もう結構わーわーってなってたんですよ。で、あ、怖いですねって言って、いやあそこも結構大変だったんですよ、バイクがマイナス6度の中バイクで走ってとか、いやすごい怖かった、あれ、え、ちょっと待って、で僕あるものに気づいたんですよね、あることに気づいたんですよね。その時に調べた、ネット上でパパって調べたんですけど、その時に調べたのが華麗なる一族廃墟家だったんです。僕の夢に出てきた人、さっき見せた家の方だったんです。この方だったんです。僕が、僕の夢に出てきた方。この写真だとすごくこう綺麗に髪も溶かされてって感じですけども、はいはい、出てきた時はもう髪がもうボサボサになって、でも間違いなくこの方だったんですよ。この服だったと思うんですよ。で、意味わかんないじゃないですか。僕はもうこの写真でしか見たことないですし、なんだったらものすごいメッセージ的なものを言ってるじゃないですか。私はどこですか、うん、私はどこにいますか。で、その時また思い出したんですよね。そういえばあの時になかったな、言えなかったな、はいはいはい、どこですか、あ、探してほしいのかなって思ったんですよね。なんでもう一回その僕が行った時の動画を見てみたんです、はい、そしたらあったんですよ、で、あったのが、まあ、まああるとこなんですけど、あの僕さっきこの2つ目、2階に上がって2つ目の部屋に入った時にお仏壇がなぜか学校に入るとライト消えるって言ったじゃないですか、お仏壇の裏にあったんですよ。お仏壇、まあ、厳密に言うとお仏壇があって部屋のこう隙間、仕切りというか廊下とこの梁というか、うんうんうん、壁があってのギッてこう、お仏壇があるんですよね。で、この壁を挟んでこっち側の衣装棚の裏にスンって入ってたんですよ。で、動画で見ると帯見えるんですよね。はあ。ということはもしかしたらもう僕が現地にいる時に何かライトとかそういったようなものを使ってここですよっていうふうに何か訴えかけてきてたのかな。はあ。いやでもそれ気づけないっすよね、現場だと。いや、僕はもう逆でお仏壇の方を向けた時にライトが消えるってことはここ撮るんじゃねえぞっていう、あ、映すなよっていう、そういう、こうよくその階段を離す時に咳き込んでしまうとか、うんうんうん、あとはその階段を離したと思ったら音が取れてなかったっていうことあるじゃないですか、うん、はい、そういう時はもう霊側が邪魔してるって話をよく聞くので、はい、ああ、やっぱりこうライトが消えるってことはそっちなのかなと思ってたんですけど、はい、そこだよ、そこにあるんだよっていうメッセージだったっていう。僕はその時にはちょっとそういうふうに受け取ったというか、はいはいはい、実際にその裏側にあったので、まあ、気づけなくて申し訳ないと思ったんですけど1年後ちょっとそのことがあったんで行ってみたら元に戻されてて、はい、戻されてるのもすごいですよね。戻されてましたね、はい、それ戻されてるっていうのが、はい、例えばそのかなたさんみたいな感じでその場所に足を運んだ人がいて、はい、でその方が同じような夢を見て、はい、ああそうか、あの家のことを探してるんだと思ってもう一度その場所に戻ってそれを戻したってことなんですかね。まあ、可能性もゼロではないですよね。だからその場所に足を運んだ人のところに私どこ、私どこ探してっていう、戻してっていうようなメッセージをみんなにこう送ってたかもしれない、うん、かもしれないですね。今ではもうその廃墟ないんですけど。あ、そうなんですね、はい、そういう経験をした、そんなお話でございます。いや、話うまっ。うまくないです。まあ、実体験ですからね。で、あと何なんですか、怖いの撮るときになんか僕の方撮ってみたりとか。ちょうどこう左にあったら島田さんいらっしゃったんで、あとなんかグイーンってこう近づけてきたりとか。もうめちゃめちゃ怖かったですよ。もうちょうどなんか僕 の当時見たの画角になんかこれぐらいの大きさだったなっていう感じだったんです。なんか、あ、今俺お仏壇だと思われてるとか思ってなんかもう本当に怖かったんですけど、ただあれですよね、やっぱりそこの場所に行った、はい、ね、あとすぐに夢を見た、うん、そのタイミングですよね。そうですね。で、しかもその女性っていうのが写真を見て確認するとこの女性だったってなると、うん、もうこれをつなぎ合わせたら
ぱりもうそこに行ったそこの方がここに来たっていうふうにしか考えられないですもんね。そうですね、もう真実を追い求めちゃってんじゃないですか心霊現象を追い求めちゃってるじゃないですかこればっかりは本当にそれでご合致したんでよかったなと思いますけど、多分そういうようなものばかりでは多分ないと思う。疑い深いですね。いやまだまだちょっとこう食らってない部分もあるんで、はい、もっとちょっといろいろと食らってみたいなとは思いますけどね。いやぜひね、あのご自身の目で、はい、そしてねそれを取ったものをぜひ皆さんに、はいはい、届けてくださいね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、そんないつか心霊現象が皆さんもね目の当たりにできるかもしれない、はい、まあ、もうがっつりとね、はい、っていう、チャンネルが、はいはい、チャンネル名をお願いいたします、はい、遊園かなた心霊現象を追い求めるとこでまで言うじゃないですけど、検索していただければありますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。いやちょっとめっちゃ怖かったんで、はいはい、あれのやめてもらっていいですか、なんかこういうやつとかなんかもううわーみたいな。あそうですか、はい、もうもう 1,2 回ぐらいあるかもしれないですけど、あまだ今回お話の方をお持ちいただいているということで、はい、じゃあまた次回、はい、まあ、はい、出ちゃった分にはしょうがないので、はいはい、ぜひちょっとお願いいたしますよろしくお願いします。すいません、ありがとうございますということで、心霊現象を追い求める男遊園かなたさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。階段も上がってますし、はい、あとそう、はい、さっきおっしゃったようにその心霊スポットに行ってるもう侍だけで怖いよっていうやつがガーってあるわけですよ、はい、なんでもともとお好きなんですか。そうですね、もともと出会いが中岡俊也先生なんですよ、はい、心霊写真本があるじゃないですか、本当に80年、ええ、70年80年代ぐらいのあれ僕5歳の時に読んだんですよ兄貴が買ってきた、僕、ええ、兄貴と9つ離れてるんですよね。9、11上に2人いるんですけど、はいはいはい、でその兄貴が買ってきたその心霊写真本をたまたま見ちゃったんですよね。ほうほうほう。そしたらもうなんか地中からなんかすごいもうなんかダイダルぼっちみたいなのがボーンって出てたりだとかそういうのを見てうわなんじゃこりゃっていうのでそっからちょっと芽生えて。芽生えたんですね、はい、で特に心霊写真の方に芽生えたんですよ。へえ。なんで小学生の時とかあのサスペリアって雑誌ご存知ですかね。いやなんか聞いたことありますけどね。あの漫画ホラー漫画雑誌があってその一番最初のページが心霊写真コーナーだったんですよ。でもそれをもう毎月ずっと見てて、それからもうそっかずっとそっからちょっと長いですね歴が。そうだ、あなたの知らない世界とかも見てましたし。はあ、はい。だって福岡ご出身ですもんね。はい、で福岡って言ったらもうね犬鳴きトンネルっていう。そうですね。もう一大もうねテーマパークですね。テーマパーク。ありますもんね、はいはい、なんでそういうとこ出身なんでもしかしたらそれもあるのかなとは思うんですけどね。でどうですか、真実心霊現象これをねずっと追い求めていて、うん、今なんかその追い求めた先というかそのなんかこう見えてきましたか。若干は自分でも食らったことがあるので、やっぱりそのどっちかというと懐疑的な方なんですよね。まああるのかないのか分かんないでもっていうところの好奇心はあるんですけど、でも自分で食らっちゃったのでないとも絶対に言えないですし、これは一体何なのかっていうところちょっとなんか見えてきたのかもしれないなっていうところはありますよね。追い求めていて最初はね疑ってたところが、まあ、ゼロとしたら、はい、今100がマックスで今どれぐらいまで来てます。あもう 5,60 はあるのかもしれない半分ぐらいはやっぱあるのかなとは思いますね。ぜひ皆さんねそのきっかけになったね、はい、動画たくさん上がってますんで、はい、はい、もうあの遊園かなたさんのねチャンネルぜひぜひご覧ください。お願いいたします。ちょっともう一回覚悟決めます、ね、あそう、はい、怖いですよもうそんな怖くないですよ